いらっしゃいやし。チャップマン漫画虫料理研究部部長のチャップマンまさきです。今回はリクエストをいただいていた一日外食力班長より、大月が若い頃通っていた中華料理屋大黒屋にあるオムレツライスを再現していこうと思います。思い出のカニチャーハンを食べるはずが、気になって頼んでしまったオムレツライス、どんなものができるんでしょうか。それでは行ってみましょう。よろしくお願いします。それでは今回のオムレツライスのメイン食材ですね、今ではすっかりと高額商品になってしまった卵を割っていきます。ここに塩コショウと牛乳、ウェイパー、そして脱脂醤油を加え、よく混ぜていきます。今回はボリュームたっぷりに4つの卵を使いました。テフロンフライパンにバターを溶かし、卵を流し入れます。小刻みに箸とフライパンを動かしながら混ぜていきます。フライパン側の面が少し固まり始めたら、輪切りの長ネギとチャーシューを投入していきます。少し固まり始めたら、端の方から畳み始めて、フライパンを叩いて少しずつずらして回転させていきましょう。ちょっと回すのが早すぎて半熟すぎたみたいです。あんまりうまく負けてませんね。何を隠そう、ミスター味っ子のオムレツ対決以来のオムレツです。もうブランクがボロに出ちゃってますね。叩いてもう一周回したら、お皿に盛り付け、ケチャップ、キャベツ、マヨネーズを添えれば、一日外食力班長よりオムレツライス完成です。それでは早速食べていきましょう。いただきます。やっぱりもうちょっと火を入れた方が良かったですね。こうやって卵のつゆとかそういうのが出てしまうのが、だし巻き卵とかもですが、まあちょっと失敗の部類になってしまいますね。やはりこういう技は常にやっていかないと錆びついてきますね。味の方は安定のウェイパーとチャーシューの味で、ご飯の方はまんないなく進んでいきます。キャベツとマヨネーズも卵と混ぜておかずに早変わり、これも学生は満足でしょうね。最後はご飯の上に半熟の卵ごと乗せて、天津飯風にして食べれば大満足です。あっという間に完食して、残った漬物を食べていると、ミニカニチャーハンお待ち。なんと大月のことを覚えていた店主が、大月のためにわざわざミニチャーハンを作ってくれました。これは大月が見てないだけで、五十音順の身のところにはミニカニチャーハンってあったんでしょうか。このサービスのカニチャーハンには、さすがに大月も感動してしまいます。そんなわけで、学生向けの中華料理屋っぽいカニチャーハンを作っていこうと思います。カニ偽物だけど、カニカマ、かまぼこ、ザーサイを刻み、さっきの残りのチャーシューとネギを紅生姜と一緒に用意します。中華鍋に油を引き、生姜、ニンニクミックスとともに具材を炒めていきます。この生姜ニンニクミックス、チャーハン用があるのを初めて知りました。卵を投入してすぐにご飯も入れて炒め始めて混ぜていきます。ウェーパー、塩コショウ、ごま油、醤油で味付けして、お皿に盛り付ければ完成ですね。火力が低い分、あまりパラパラにはなってないですが、まあそこは我慢してあげてください。一日外出力班長よりミニってあれ、なんででかくなってんねん。一日外出力班長より学割適用の特盛カニチャーハン完成です。それではいただきます。でその前に、大月のようにサラリーマンや学生にはできない贅沢、昼からビールを飲みながら行きましょう。かーしみる、やっぱり昼からビールは最高だな。少し濃いめの味付けのカニチャーハンもよく合います。カイジも班長も読んでるとビールを飲みたくなるのは俺だけですか。まあ俺がもし地下労働場にいたら、多分俺は大月にカモにされて、稼いだペリカはビールに消えてそうですね。それでは今回の研究結果です。オムレツは日頃から巻いてないと下手になります。中華の味付けでウェイパーは最強アイテムに近いです。休みの日の昼からビールは優越感に浸れます。今回紹介した一日外出力班長、あのカイジのスピンオフ漫画で、ほぼグルメ漫画と言っていいでしょう。カイジの世界観はそのままに、福本信行先生は強力で、他の方が書いています。それでも先生本人が書いていると錯覚するほどの面白い作品ですね。この機会にぜひ読んでみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。世間はゴールデンウィークに入りましたね。皆さんのご予定はいかがですか。まあ僕は14連勤になっております。まあ僕がもし動画を出せなくても、暇な時は昔の動画とかを見て
け時間を潰してあげてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。